皆様本日は国際画像機器展2022にご来場いただきまして誠にありがとうございます。これより国際画像セミナー特別招待講演ロボット実利用のための 2D3D 物体認識技術の現状と展望と題しまして中京大学工学部教授ヒューマンロボティスクス研究センター長橋本学先生にご講演をいただきますそれでは橋本先生どうぞよろししくお願いいたします。 皆様こんにちは、えー、中京大学の橋本と申しますどうぞよろしくお願いいたします、えー、本日はですねロボット実利用のための 2D 3D の物体認識技術とその現状と展望ということで、えー、短い時間ではございますけれどもお話をさせていただきたく存じますよろしくお願いいたします今あのご紹介いただいたところでございますけれどもすいませんちょっとお待ちください ページ送りが。 今、ご紹介いただいたところでございますけれども、私はですね、私はですね、このような経歴を持っております、今、大学に勤務しておりますけれども、実はあの20年以上、えー、企業の方でですね、生産技術研究所、あるいはえ産業システム研究所、先端技術総合研究所というところで、えー、知能ロボティクス等の研究をしておりました、2008年からあの大学の本で働かせていただいております。 で下の方の図にございますように、えー、私の研究のメインテーマはです、ね、このような2次元の画像処理それから 3D のです、ね、画像処理、えー、それから本日の話題とは少し違うんですけれどもこの人を見るということで、えー、例えば熟練の技を見分けるような匠の技のセンシングというようなことをあの主に研究フィールドとしてやらせていただいております。 でおかげさまであの産学連携のあのご機、えー、機会をですねたくさん頂戴しておりまして、えー、現在でもあの約10社様との連携もさせていただいている状況でございます。まあその中でやはりあの現場の中でからですねニーズを取り出してそれを何とかして解いていくということのまあ面白さも感じているところでございます。えー、今日はその中からまあロボティクスに関係のあるところをメインといたしまして、えー、いくつかあの話題提供ということでさせていただきたく存じます。 今日の話題ですけれどもこのような順序でお話ししようと思いますまず一番最初にロボットタスクの整理ということでロボットを動かすということがまどういう問題なのかということをタスクの整理をさせていただきますその後ですねセンサーの現況ということでこれは最近市販センサーが多いもんですからそのあたりのお話とそれからメインがやはりこの物体認識のアルゴリズムということになってまいりますが 前半で2次元の画像処理の特に我々の研究室で最近力を入れているあのパターンマッチングの話それから 3D の話題ということで。 基本技術もさることながら特にロボットとの連携ということを視野に置きました研究をかなりやっておりますのでその紹介をさせていただきます。それから、まあ、話題提供ということになりますけれども私どもの研究室は実はご縁をいただきましてでさまざまなロボットの国際大会に出場した経験を持たせていただいております。そのような中で 世界的にどのようなトレンドがあるのかなんかを含めましてですね少し話題提供させていただきますそして最後に時間のある限りということになるかもしれませんが我々の研究室で今特に注目している機能認識といいうキーワーワドがございますこのキーワードをもとにロボットとの関連につきましていくつかの話題提供とこういう形でさせていただきたいと存じますどうぞよろししくお願いします。 まずロボットタスクの整理ということでございます、えー、まあ、言うまでもなくこの人工知能を搭載したロボットというのは様々なところで利用されますがまあ、主にはやはり生産物流家庭というのが、えー、メインのターゲットになってまいろうかと思います、えー、例えば、えー、家庭の中で何か物をこう。 ネットでですね注文したりしますと配送センターから物が送られてくると、えー、もとはといえばその製品は工場で作られるわけなんですけれども、えー、この3つそれぞれのところでロボットが活躍しているあるいはするであろうと思われています、えー、当然そこにはロボットビジョンロボットの目の技術も必要になってまいります、えー、このようなタスクを少し分類してみたいと思います、えー、生産物流過程というこの3つのことを考えましたときに まずロボットタスクの観点からは、えー、ここにありますようなピピッックククプレレーススオペレーションと、まあ、あの我々が呼んでいるようななタスク分類になりますどういうことかといいますと生産とか物流の分野では、まあ、主にということではございますが対象物をロボットが取り上げてそしてまあそのまま手を離しておくとつまりピックしてプレイスすると,と、えー、手で持っておくという操作ですねこれが基本的に多いわけです。 でところが物流の,、まあ、あの高度なものあるいは家庭用になりますと取り上げたものは何らかの道具である可能性が高いということでそうしますとこの「ピック」というこの文字だけ見ると共通しているんですがプレイスのためのピックとオペレーションのためのピックというのは当然おのずと異なってまいります。 でえー、それに起因しましてです、ね、ロボットビジョン画像センシングの技術を考えますとピックアンドプレイスのためのロボットの目ということになると、えー、物体のモデルす、まあ、なわち 3D の形状モデルのようなものは持つことが容易ですしまた複数の対象物がありましても、まあ、その対象物は基本的には基地であるということになります。まあ、一方仮定になりますと物体モデルはそもそもも どののにももああるものではありませんし品種は多量かつ未知ということになってままいりますでこのような観点で本日はお話を進めていくわけですけれども、えー、最近こうロボット大会国際大会がかなりあちこちで開催されておりまして、えー、我々が今やっているプロジェクトをもう含めて紹介しますとこのピックプレイスに関しましてはワールドロボットサミットという計算省さんがあの開催しました大会に出場いたしました。 この物流のところではアマゾンピッキングチャレンジというアマゾン社が主催しました大会にもチャレンジした経験を持っております。また家庭の方ではですね国のプロジェクト n e さんのプロジェクトに今参画中でございまして未来のロボットを目指してさまざま取り組みをさせていただいているということです。さてこのようなビジョン・タスクの違いはあれどもですね少し乱暴な言い方を許していただけますと。 結局のところどこにある何があるそしてどう動くかというこの3つの問題が解ければ、まあ、基本的にはロボットというのは動いてくれるわけです。えー、どこにあるというのは要は位置と姿勢を知る何があるというのはものの名前、まあ、カテゴリー名クラス名を知るとそしてどう動くかというのは動作を作をるとということであります実はこれがまあ結構まあ癖ものといいますか難しいところでもございます。 ロボットビジョンの基本構成をお話しいたしますと、まあ、例えばバラ積み部品のピッキングというのを例に挙げますとですね実シーンがあってそれをセンサーによってデータがしますえつまりセンサーの役割はえ実際のこの世界をコンピューターが読み取れる形のデータに変換するという読み取りであります。え一旦読み取らられますすとえソフトウェアが扱えるわけですから 物体認識のアルゴリズムによって例えば対象物の名前をを定したり位置ととか姿勢を計測するということになります、まあ、ここまで来ますとあとは座標変換等を行ってロボットにフィードバックすればあピッキングなりなりができていくとこういう仕組みですまあ従いまして、えー、ロボットビジョンというのは大きく分けてセンサーの技術と物体認識のアルゴリズムと、まあ、この2つからできているということになります、えー、そのうち センサーについてはですねあの最近大変ありがたいことに 3D のセンサーというのがかなり普及をしてまいりました私自身は前職の企業のエンジニアをしていた頃はセンサーそのものを開発したこともありました、まあ、世の中にあんまりなかったものですからしかしながら最近は本当に多種多様なセンサーが入手できるような時代になりました 我々の研究室で使っているものをあるいは使ってきたものをメインに並べたのがこの表なんですが三角測量同軸測量という形式とかパッシブなものアクティブなもの、まあ、光を発するものですねいくつかあるんですけれどもこれ見ていただいたら分かるとおり右上のところが多いです。えつまり三角測量形式のアクティブ方式というのが今かなり普及している,方,向であると方法であると言えるかと思います。 さて、えー、このようなたくさんのセンサーがあるんですけれども、えー、まあ一言で言いますとまああの一長一短があると言いますか万能のセンサーというのはなかなかあの、まあ、まだ完成していないということも言えるかと思いますもちろん用途によっては万能なセンサーが必要でないということも多いですので、えー、現実にはたくさんのセンサーの中から、えー、その タスクに適したものを使っていくということになりますでそこで、えー、我々の研究室で少し学生さんに手伝ってもらってです、ね、このようなシーンをさまざまなセンサーで撮影したらどういうふうになるだろうかということを、まあ、実験的に試してみましたそれがこれですで、えー、例えばです、ね、あのこのエンセンソーさんのセンサーこれかなり性能が良くてです、ね、これ見ていただきますとこの平面性とかかなりきれいに出てることがわかります まあところがこの黒く塗られた石膏像のようなものは残念ながらややこう情報欠落が存在します一方インテルさんの D415 というまあ少し古いタイプですけどこちらの方はこの黒い対象物でもそれなりに写っていますけれどもえ一方この平面のところがかなりザラザラしている、まあ、つまりこれはえまあ専門的に見ると放線ベクトルの推定が難しくなって 3D の特徴量がうまく計算できないなどのまあ問題が 発生すするわけですこのような形でかなり一長一短があります。でただ総じてみますとここに赤字で書きましたもの4種類につきましては全体的にどの,あのセンサーもやや苦手とするものでございます。えすなわち金属物体のような反射性の高いものえ黒色の光を吸収する性質の大きいものそれから 透明な物体光がまこのようなものは材質に起因してそもそもアクティブ型ののセンサーででははやはり捉えにくいいものがあるととうことですそれから最後の一つは大きさですけれどもやはりいわゆるこう天群処理ということを考えると一定の天群の密度が必要になってまいりますけれども残念ながら小型のものに関してはまだ十分な天群密度が得られていないということもございます。 まあそういうことを総合的に判断しながらどういうセンサーを使うかということが大事になります。えー、最近あの出てきました新しいえセンサーについても同じような実験をしたのがこの図なんですけれどもえこれを見ますとですね下の2つが特にと最近ちょっと出てきたものですねえストラクチャーコアというのとアジュールキネクトこれどちらも性能が高いです。 まあただし、実はこれあのセンサーの大きさなかなか分かりにくいんですがこのセンサーなんかかなり大型大型といいますかえまこの上の方に比べると大型なんですけれどもこうなりますと重量も結構ありますのでえ例えば1.5キロから2キロの下半重量を持ついわゆる小型ロボットに搭載するということを考えますとちょっと搭載がためらわれるような重さ大きさになってまいっていますこういういうなイメージです。 でなおかつこの新型のセンサーでもやはりこの4種類についてはやや見えにくいという傾向がございます。さて、まあ、とは言いながらセンサーはあの取捨選択をしていいものをこう選べばいいわけですね。でそうしますとその後物体認識といいうアルゴリズムに話が移ってまいりまりすでここでは2次元と3次元というのをそれぞれ、えー、主要なところをご紹介申し上げたいと思います。 まず物体認識手法をこれも大まかに私なりに分類したいと思っております対象物体認識したい対象これは基本的に 3D の物体でございますただしこの、まあ、例えば IC LSI のチップのようにかなり二次元的に見えるものもあればあのこのような,こうなんて言いますかねものが断雑に置かれている本格的な 3D のものもあります、まあ、しかし基本的には 3D の物体ということが言えます でこれをですね、えー、例えばあの皆様のスマホにくっついているような RGB のカメラで撮ると2次元の画像として、まあ、1次元少し次元がシュリンクする形になります。で先ほど紹介しました 3D のセンサーを使うと 3D の物体は 3D の天群としてそのまま,まあ撮れると。まあ、正確に言いますと D と言っても センサーの側から見た 3D データしか取れませんしやはり情報欠落も起こりますのでこれが実は完璧なデータではありません。でこれに起因してさまざまな問題も少しこう生じてきているというのが現状です。まあ、いずれにしても 2D で撮影するか 3D データとして撮影するかデータ化には大きく2つがございます。で 2D の 2D の画像として得られたものを 2D のモデルとマッチングするということを行いますとこれはいわゆる2次元の画像処理ということになりまして、えーまあ、これを、まあ、一応タイプ A と名付けたいと思います、えー、当然ながら認識結果は2次元になります、えー、2次元になりますのでこのままロボットの、えー、動作につなげるというのはまあ不可能でありましてこれを何らかの形で 3D に変換していく必要はございますただし、えー、対象物の形状等の制約をうまく用いればですね このの 2D 認識結果にあごめんなさいわずか、えー、少しのデータを加えるだけでロボットが動く,に動くに至るぐらいの 3D データに変換するということは比較的容易でございますので、えー、まあ、一言で言いますともし 3D データとして扱うことが難しい対象物がありましてもこの筋でならばですねロボットの動作に持っていくことができるという事例が、まあ、結構多いように思います。 2つ目はこれですね 2D の画像を使うんですけれどもモデルとマッチングするただしこれ次元が違うとダイレクトにマッチングできませんので 3D モデルと申しましても2次元の画像群として、まあ、データ形式的にには2次元画像のように扱いますでこれはタイプ B と呼びたいと思いますが認識結果は 3D になります。 で最後ですねこれはもうダイレクトに 3D 同士マッチングするという方法ですある意味自然な方法ですねでこれも 3D の認識結果が得られます代表的なアプローチとしてはこちらにつきましてはいわゆるテンプレートマッチングと呼ばれる方法キーポイントマッチングと呼ばれる方法がやっぱり主流となっていましてかなり有効な方法です で一方一番下の方を先に説明しますとこれは 3D のキーポイントマッチングの手法がかなり有名でございまして我々の研究室でもいいいいくつかのの手法を提案させててただいています。この中間にありますのがこれでしてですねアピアランスベース 2D の画像で見たものを 2D の画像でマッチングしつつも最終的には 3D を捉えるという考え方です。 でえー、今のところ、まあ、研究的にはこれはあんまり主流ではないと見なされることが多いのですけれども、まあ、数々の利点がありますので私自身はかなり注目しています。例えばこれは、えー、撮影が2次元のカメラでよろしいわけですからロボットに搭載するセンサーとしても特殊なセンサーではなく、まあ、安価で小型な 2D のカメラを用いればよいということになります。で従来このの方法ををやろうとと思います 2D 画像群を 蓄えるためのメモリー領域とかマッチングのコストをどう下げるかということが、まあ、主な研究課題だったんですがこれはかなり最近改善されてきましたのでこれからあのいわゆるハンドアイというんですけどロボットの手先にセンサーをつけて何かを見ていくという作業をお考えでしたらこのアピアランスベースというのはかなり注目に値する方法かと思います。え本日は時間のののの関係もございますすででここタイプ A と C と C ねこの代表 的な a と c について、えー、いくつかあの研究事例ご紹介したいと思います、えー、まずタイプ a、えー、二次元同士のマッチング、えー、これにつきましてはあのかなりご存知の方も多いかと思いますが例えば代表例最も代表例はやはりテンプレートマッチングのような技術かと思います、えー、ご存知の方多いと思いますこのような大きな画像の中から小さな画像を見つけるというのが基本的なタスクなんですけれどもまあ、えー 非常にこうあの簡単に言ってしまうとですねこの同じ大きさのこの領域をどんどん切り出していきながら、えー、最も似てていいるとところを探すすう、まあ、極めて単純な処理です、えー、しかしながら実はこう非常に奥深いところがありましてでもともとこれが発案されたのは1960年代の技術ですけれども、えー、それから約60年以上経った今でも新技術がまあ次々と開発されているような分野ではございます。で でこちらはですねこのような形でキーポイントと呼ばれるあるルールにのっとった特殊な画素を抜き出しましてその画素をそのまま使うのではなくてそれぞれの画素の周りの情報を使ったりしながら このキーポイントを特徴付ける特徴量というまあ量を一旦計算すると、えー、つまり画像値ではなくて特徴量という形にこう変換する。で特徴量同士が似ているものは対応しているであろうという仮定の下で対応点を見つけるという方法でございます。でこの方法の利点としてはですね、局所的な特徴量さえ似ていればマッチングするわけですから、例えば対象物が回転していたりスケーリングが あったり、若干のアフィン変換があったとしても見つかりやすいという利点はございます。で一方、えー、まあ、課題として挙げられるかなと思いますのは特徴量というものをまあ、わざわざ計算しなければなりません。テンプレート側につきましてはこちら側については事前に計算しておくということは可能ですが、こちら側の方はですね、えー、カメラから、まあ、まあ時々刻々と大量の画像が 撮影されるんですが撮影されるたびにこの特徴量を全て計算していってその後マッチングしないといけませんからやはり特徴量計算にその都度時間がかかるというのは、まあ、ファクトリーオートメーションの分野の中ではやや使いにくい場面もあろうかと思います。まあ、こののようなな大きな2つの方法がありますちなみにこのキーポイントマッチングはこのような形でですねかなりあの、まあ、こなれた手法にはなってまいっております。でいくつかの あの有名な手法もございます、えー、全体的に同じような性能を持っているんですけれども我々の研究室ではよくこの赤ぜと呼ばれる方法とかですねそれから ORB という方法ですね o v こういうものをよく使ったりします。 と言いますのは、えー、これ比較的高速に動くということと、えー、バイナリー化して処理しますので高速に動くということとそれからアフィン変換への眼ん性これがまあ他の手法よりは若干優れているような感触を持っておりまして、えー、我々の研究室ではあの学生さんよくこれを使うことが多いです。 さてこの分野の新技術としましてのん越でございますけれども私どもの研究室で10年来研究している戦略的な画素選択に基づくテンプレートマッチングという一連の技術を紹介させていただきたいと思います。一般的なこのテンプレートマッチングといいますのは先ほど申し上げたようにこのテンプレートの画像の画素を全て使ってマッチングするということになります。 でところが最近の高解像度化の流れを考えますと、えー、こう小さく見えるものでも画素数は大変膨大ですのでこれ結構こう時間のかかる処理になりますでそこでですね、えー、何らかの戦略に基づいて、えー、使用すべき画素を厳選することができればこのわずかな画素だけでマッチングできると、まあ、当然非常に高速なマッチングができると同時に、えー、ある あの戦略に基づいて選ぶというその戦略以下によっては高速化以外の能力を発揮することもあります、まあ、問題はどういう戦略を用いてどのような点の選画素の選び方をするのが良いかと、まあ、この点に集約されるわけですで我々があの最初に考えました基本形というのは、えー、独自性の高い画素だけを選択するつまりありふれていない画素を選択するということです でこのようなことを行いますとですね例えばこのようなテンプレートの画像からわずか数十画素だけをこう選ぶことができます。まあ、具体的にはこの画素をこのようにこう分析しましてですねある種の明るさの発生確率を求めます。発生確率の低い画素 これは、えー、すなわちありふれていないという意味ですからこのような明るさパターンはめったにないというようなパターンが見つかりましたらそうしますと、えー、例えばこのようなテンプレートからはこのような画素がこのようなテンプレートからはこのような画素だけが選択されることになります。そうすると、まあ、どういうメリットが出るかということですけれども、えー、例えばこれは、まあ、このような人形の認識の例でですね 我々のののの方法でガスを選択させたももがこのようなものになにっています。でそれ以外に例えばランダムにガスを選択させるとか濃度勾配の強いところを選択するあるいはエッジの付近のところを選択する、まあ、こういうことも考えられるわけなんですけれどもこのようなノイズを付与した画像に対するマーチングを行いますとですね我々の方法はもともとの 全ての画素に対してわずか5%ぐらいの画素でもマッチングをいたします正しくマッチングしますこれ0.5%に減らしても大丈夫ですね0.25%でもまだマッチングしますこれ同じ 50, 50画素だけを選ばせましてもランダムに選びますとやっぱり間違えてしまうということでやはり意味のある画素選択というのが存在するということがお分かりかと思いますこのような戦略は他にも考えられます でそこで、えー、我々の研究室はこの10年来ですねさまざまな戦略を考えてそれに見合った画素選択のの方法といいうのはアルゴリズム化ししてまいりまりた、えー。例えば照明変動の影響を受けにくい画素だけを選べばどうなるかとか周辺に似たものがあるという状況下であればそれとの識別性に高い起用をするような画素だけを選べばやはり識別性が高くなるのではないかとか、まあ、このような考え方でございます。 例えば照明変動の影響を受けにくい画像というのを求める方法はこのようにします複数のテンプレートを用意しましてある同じ画素をずっとこうあのモニタリングしていきますこの時にもしこのアカルツの変動が結構少なければこの画素はおそらく照明変動の影響を受けにくいであろうと推測されます一方ある画素は撮影するたびに まあ若干こう明るさが変わるとすればですね。これはまあ未来にわたって明るさが変動しやすい画素ではないかということが累推されます。まあ、当然こうなりますと、この明るさの変動が少ないと分かっている画素を優先的に使う方が得策でありますこのようなことをまあ統計処理的に判断をします。とこのような性能が得られます。これ右側がこの提案手法でございます。 実際のの生産ラインではありりえなないいぐらかまこれ実際に、ね、は窓際にプリント基板を置いて、えーあのまあ、強制証明ではなくて本当に自然光の証明変動を与えてるんですけどこのような場合でも間違いなく対象物をトラッキングし続けることができております。これも証明変動の影響を受けにくいと類推される画素を選択的に選んでいるからこそ得られる能力でございます。 それから周辺の対象物との識別に寄与する画素こういうものを選ぶとどうなるかということでございますこれはこのような方法でやります例えばこれこれが見つけたい対象物周りに何か対象物がありますがあまり似てるとは言えないですねこのような状況ですとあまり気にすることなくまあ、例えばランダムに近い形で画素を選択してもおそらく見つかるであろうとえところがこのような右側の状況これは周辺の対象物が比較的 このターゲットに似ていますそうしますとランダムに選択画像を選択してもやはり危なくてですね例えばこのような画像つまりテンプレートの中には存在するけれども周辺の類似物のところに,ろにはおそらくあまり存在しないであろう画像をまあ専門の方だったらこのような画像を選ぶと思うんです。これを、えーまあ、人間が選ぶことなく、まあ、ある種のアルゴリズムで自動的に選ばせようということをしたわけです。 そうしますと今度はこのような性能が得られますこの場合は左上が提案手法それ以外の3つがよく使われている一般的なマッチングの方法ですそうしますと左上の提案手法はですねかなりこう周辺に類似物等ごちゃごちゃっとこう増えてまいりましても間違いなく認識ができているのが分かりかと思います。 で、特にこの周りの3つのところをですね。とこ時々こう間違えてるんですけど、この間違えているところを見ていただくと、なんとなくあの理由が類推されると思います。つまり、これターゲットのテンプレートにやっぱり似てるわけですね。似てるから間違うわけです。この t の形ですかね。文字だな。や似てるわけですね。ですけど、我々の方法はまあらかじめ、えー、確実にこのターゲットだけの特徴を捉えますので、このような識別が可能ということになるわけです。 で一方、あのまあ、最近ではですねこの色情報を使ったらどうなるかということもやっておりまして、まあ、アプリケーションによりますけれども、えー、形としてては似ているけれども、微妙な色が違う、そこが識別ポイントだという例もあるかと思います。まあ、そうであれば、えー、独自性の高い画素を選ぶという意味ではこれまでのご説明と同じなんですけれども、えー、明るさとしての独自性ではなく色パターンとしての独自性に まあ、あの置き換ええて考えるとといいう、まあ、それだけのことでございますでただそのような考え方をやりますとです、ねえー、このように右側が提案手法ですけれども、えー、なんとなく形的には似ていて白黒パターンで処理するとほとんど間違えてしまうんですけれども、えー、カラーパターンで独自性を考えますと、まあ、わずかこの辺ですねこの辺りの画素だけを使うだけで、まあ、非常に早いマッチングができるということでございます。まあ、あのココンンピューータののの、えーまあ、少しデスクトップのパソコンで,の処理で でこの程度ですともう10ミリセック以下ぐらいでマッチングが可能ですまあこのような技術をさま様々開発しております次に 3D の話に少し移りたいと思います 3D のキーポイントマッチングという技術がございますでこちらの方は先ほどご説明した 2D のキーポイントマッチングと基本的にはもう同じです違うのは次元だけですすなわち テンプレート画像の代わりにこの 3D の内部モデルというのをあらかじめ持っておくと具体的には点群モデルとして持っておきますで一方センサーから得られたシーンこれも実は点群の形をしていますでキーポイントと呼ばれるいくつかの特殊な点を選び出すということも 2D の時と同じ仕組みですでまたこの点の周りのさまざまな状況を特徴量として捉えるということも、まあ、先ほどと同じ枠組みです次元が異なるだけです そして特徴量が似ているものならばおそらく対応する点同士であろうなということをまマッチングの根拠にするわけですねでそうしますと 3D の場合はいくつかのこの対応点がわかるとポーズ推定すなわち6自由度の位置と姿勢のパラメータが求まることになるとこういう仕組みでございます、まあ、したがって 2D も 3D もまあ次元が異なるものの基本的な仕組みは同じでして 良い特徴量を研究していくとは何かというとひ、まあ、一言で言うとまあ2つのポイントがありましてですね1つ目は、えー、アイデンティティつまり、えー、正しい相手方とは、えー、近い距離になるけれども間違った相手方,方とは、まあ、遠い距離というか類似度が下がるようなそういうアイデンティティの高い特徴量が必要ということになります。 そして2つ目は当然計算時間でございます、えー、複雑な計算量を持ちますとこれも 2D の時と同じですけどセンサーから入力されたデータを毎回毎回特徴量計算をする必要があるわけですからこれも高速処理という観点からは、まあ、ややあの問題が感じられる方法になります。 でえー、先ほど 2D と 3D のキーポイントマッチングは基本的に同じだと申し上げたんですが、えー、私から見ますとですねもう一つ実は異なる点これは結構決定的に異なるかなと思って今あの悩みどころの点がございます。それは何かというとセンサーの関係ですつまり 2D の画像といいますのは一般的なカメラで撮影しますので情報欠落というものはほとんど起こりません。 よっぽどのことでない限りは起こらないカメラが故障してない限りはところが 3D のセンサーというのは先ほど例をお話ししましたように完璧にどんなシーンでも撮れるというものはまだなかなかないということで金属の物体であったりあるいは他の材質であったり光を投射しましても返ってこないというものがあります。ああるるるるいいいいはは光ががが返っててくるととうここ対象物の面がこちらを向いている必要がある つまり面の法線ベクトルがカメラ側を向いている必要があるわけですね。で、まあ、対象物は当然 3D の立体はそんなうまいことはいけませんからいろんな面を持っていて中には斜めのものもあるとそうするとそういうところというのはやはり点群が欠けてくるわけですね。で、まあ、何を申し上げたいかと言いますとこのような 局所特徴量の研究っていうのは我々の研究室でももうあの10種類ぐらい提案もしてはいるんですが、まあ、一言で言うとこの天群がうまく取れているという前提で行っております。え天群が欠落していたりあるいは放射線が乱れるということはあまり想定していないわけですね。でそうしますとあのまあ、私の研究室のところにまあ、例えばえ共同研究とかのオファーをいただく。 こともあの少なくないんですが、そういう事例を拝見しますと、やはりそのセンサー起因の問題で困っておられる。あの会社さんがかなり増えてきております。これは言い換えるとですね、えー、センサー的に問題なく天群が取れるというアプリケーションについては。 ほぼ、まあ、多くの会社様で、えー、もう実用化にこぎつけておられるとしたがって相対的に残ってきている、まあ、いやらしい問題というか未解決の問題というのはセンサーに起因する問題の比率が増えていると、まあ、このように今私感じているところです。でそういう場合にまあどうアプローチするかというのが、えー、私どもの課題でもあるんですが今のところあの私としては 2D のアプローチをおすすめすることが多いです。つまり あの冒頭でも少しお話申し上げましたが 2D の画像処理というのは最あの一義的には 2D の情報しか得られないんですがそれに若干の 3D 情報を付加することによってロボット動作まで実現できるという事例が少なくないんですね。ししたたがってセンサーーによる天群をベースとした手法だけではなく 2D 認識をベースとしたロボット動作というものは、まあ、これから実用化としてはかなり、まあ、あの短期的にはうまく動くであろうと、まあ、そうこうするうちにおそらく、えー、天群データがうまく取れる開発、えー、センサーも開発されるでしょうから、まあ、そうなりましたらまた 3D のこのような方法というのは、えー、かなり万能性を増やしてくるかとは思います。さて、えー、ロボットの恥ということになりますと、まあ、あのこのような認識事例もございます。 プリミティブ形状近似によるジパラメーターの決定という事例ですけれどもこれあのロボットを実際に動,動かそうとされた方であればすぐに気づかれる問題なんですがロボットを動かそうとするとどこをジするかどのような方向からハンドを近づけるかこれ結構難しい問題でしてえあの考えるほど考え 簡単に考えれるもでではないんですねでえ例えばこれはアマゾンチャレンジという国際大会で我々が取り組んだ事例なんですけど、えー、このように乱雑に物が置かれているような状況があるとでこれ何ですかという問題を解かそうとするとこれはいわゆる、まあ、今のディープラーニングの技術を使うと、まあ、比較的簡単に解けましてですねこれは何ですよこれは何ですよという名前ぐらいを教えてくれるわけですでバウンディングボックスというこの四角で囲ってくれる、まあ、これもできるわけです問題はこの後です。 ロボットは動こうとすると対象物によってどういう恥計画を立ててどのポイントを恥じするかっていうのはこれ避けて通れないわけですね。でこのアマゾン大会の時は実はこの未知の物体を認識しなさいという課題が出たもんですからあらかじめどこを恥じするということをデータベース化できないとでそういう場合にはどうしたかというとこういう技術を作りました。 このような対象物を 3D で撮影してこの4つの基本的な形をまあ無理やり当てはめるという非常にこう乱暴な力づくな方法をとりました。世の中にいろんな形のものがあるんですけれどそれを円柱と球と直方体平板この4つの形のどれかに無理やり当てはめてしまうということをやったわけです。でなぜこんなことをしたかというともし無理やり当てはめることができれば こデータベースを作れると思ったんですね例えば直方体の場合だったら 2指のグリップハンドで持つならば上からアプローチするか横からアプローチするか円柱であれば横からアプローチするかで例えば吸着のサクションハンドでこう吸着するんだったらこういう場合だったら当然上からこういう場合も上からでも横からはダメだよとこういうことをデータベース化できます従って対象物を無理やり当てはめこのプリミティブに当てはめた瞬間このデータベースを引いてきて どこをどういうふうに持ってアプローチすればよいかということがまあデータベースから引いてこれるとこういうことを考えたんですねこれであのチャレンジに臨んだりもいたたししましたでそうしますとここにありますような形でですねこれかなりあのまあ取りやすい形をしてるんですけれどもプリミティブにうまく当てはめることができてこれもディープラーニングを使うんですけど端位置が推定できてピッキングできるとこういう仕組みでございます。 それからですね、物流の現場ですとこんなこともありました。これ左と右の映像を見ていただきますと分かりの通り、これ今コップを取り上げようとしているんですが、左の方はまあまあまあいいと、右の方はちょっとなんかあまり良くない感じですね。えー、周りの周辺の対象物に手が当たってしまってるんです。で、こういうことはよくあります。これなぜこういうことが起こるかというと、まあ答えは簡単ですね。周辺の対象物というものをあまり考慮しないからです。で、そこで 我々はこのような技術を作りました今目の前にあるものは対象物なんですけれどもまあ、それ以外に周辺の障害物もあり得ると仮定しますそしてセンサーはロボットのハンドそのものも見えているとでそうしますとまあ、登場人物は大きく分けて三種類なわけですから二者の関係性を考えると三種類の関係性が出てまいります 例えばハンドと対象物の関係を見るとこれはつかみやすい方が良いという価値観ですしハンドと周辺の障害物の関係を考えるとこれはですねぶつかりたくないわけですからまあロボットが時々刻々動いていくにつれてそれでもクリアランスを確保しないといけないというまあそういう価値観になります。対象物物とと周辺障害こここれは位置ががが決ままっておりますからこの性的なクリアランスが一番大きいところが ありがたい場所だということになりますこのような3つの指標をま数値化してそれを合成したものを最適化するという考え方をいたしましたここでは恥余裕度と呼んでおりますけれどもロボットなアプローチが P ですねいろんな P を考えていろんなアプローチの中でこの恥余裕度を最大にするようなそういうアプローチ方法を求めようというまあ、最適化問題としてこの問題を解いたわけです でそうしますと例えばこの状態でウサギのこの置物をつかみたいということになると最終的にはやはりこの耳の部分といいますかこの部分をメインターゲットとしてアプローチしていけば最も余裕度が高いですよということが判断できるとこのような技術でございます。でこのような技術をさまざま作りましてロボット大会に出場いたしました。 このアマゾンの国際大会につきましては中部大学さんとと三菱電機様とのの合同のチームでしたでこのワールドロボットサミットのコンビニ部門ですねこちらの方はこれも中部大学さんとそれからオムロンさんとの合同のチームを組ませていただきました。でワールドロボットサミットの中でも組み立て部門というのが昨年度開催されましたけれどもこちらについてはオムロンさんと大阪大学さんとの あちょっとサンクソウケンさんとの共同チームを組んだということでございます。まあ、このようなことをいろいろ経験させていただいて、まあ、研究室としてもまたあの学生さんの教育という点でもさまざま、えー、楽しませていただいたということでございます。でそこでは例えばこのようなロボットの,あロボットの目としてですね 3D の物体を認識する位置姿勢を認識する技術とかそれからですね、えー とワールドロボットサミットにおきましてはこのような組み立て作業を実現するための、まあ、画像処理部,部分をあの担当させていただきました。でこれ見ていただきますとあのかなりリアルな組み立て作業だということが分かりになるかと思います。でえー、私が見たところ、まああの うちの研究室が担当したビジョンのところも結構大変だったんですが、まあ、それよりもやはり動作の作り込みのところが実は技術的には一番難しかったんではないかとこれオムロンさんがされたんですけど、えー、非常にあの苦労されたのではないかなと私はそう見ています。でビジョンのの方は対象、ね、物物金属ででしかも小さい物体がありますので いわゆる 3D のセンサーでは見にくいとまあ先ほど申し上げたばかりのまあそういう物体です。まあ工業製品としては当然なんですけれども、でそこで、えー、我々の研究室はやはりこれも 2D の画像処理をメインとしましてですね、えー、物体の動定とかあの位置の認識とかそういうものも 2D の画像処理の中でできるだけできないかということをトライいたしました、えー。このような状況でございます。 まあですので、まあ、繰り返しになりますが 3D のセンサーではうまく点群,点群といいますかデータ化できない対象物というのが今問題としては逆にクローズアップされてきているんですけどそのような問題に関しましては 2D の手法というのがかなり有望であるというふうにもうあの私はかなり思っています。では最後にですね少し時間もいい感じになってまいりましたので研究の最前線ということで機能認識と。 いうキーワードでお話をさせていただきたいと思います。これ、あの少し未来の話になります。我々が目指しているのは、お茶を持ってきてくれるロボットです。お茶を取ってきて、持ってきてというと、はい、というわけなんですけれども。これ実は、ま全く実現できていません。あのかなり未来技術だと思っています。例えば、指示の内容を理解して、タスクを生成する。このあたりも、あの、まあ、以前に比べると、だいぶできてきていますけれども、まだまだ難しいですね。 で物体認識にしても環境認識にしてもまだ未完成とということになります、まあ、なぜ難しいかということなんですけれども例えば、えーまあ、お茶を立てるという、まあ、天茶の状況をちょっと思い出していただくと分かりかと思います、えー。一般的なお茶会とかでお茶を入れようとしますと、まあ、これ例題ですけどお茶をこうスプーンのような茶さじでこうお椀に入れると。次にお,、えー、お湯をです、ね、この茶釜から 秘釈ですくってこうあのお茶碗に入れるとで最後は茶筅と呼ばれるこういう道具でシャカシャカとこと混ぜるということですね、えー、今日ご来場の中に皆様の中にこの専門の方がいらっしゃったらこんな簡単なことではないもっと難しいお作法があるというふうに思われると思うんですが、えーまあ、ロボットの研究者から見るとあこの3つさえできればお茶が立てれるのだと、まあ、最初はそう思ったわけですでところがですねこれ実際にプログラム書くともう大変だということがすぐに分かります。 例えばお茶を入れるという動作を考えましても、これ小分けにしていくとかなり大量のプログラムを書く必要があります。お湯を入れる動作もそうだし、かき混ぜるもそうです。もう相当なプログラムを書かないといけない。分量だけではなくてですね、認識システムですから、いろんなところでリスクを負うわけです。で、ここで緑色で示しましたところはですね、探すという問題になります。この探すと。 いうことにつきましてはまあ、画像処理の技術とりわけディープラーニングの技術がかなり有効に働きますので、えー、まあかなりできるようになってきたとは言えると思います次にこの青い部分これは持つとか救うとか動作を作るということなんですけれどもこれも決められた動作であれば今はフリーのソフトとかでですね、あの結構実現できるようになっているまあ、完璧ではないですけど で我々はセンシングの研究チームということですのでこの赤いところに注目したんです。ピックプレースとピックオペレーションのお話を先ほど申し上げたと思うんですけど例えばこのスプーンでお茶をすくう場合にですねスプーンでお茶をすくう場合にスプーンというものをまず認識して持ちます。そして持った後で、 ここのの端っこのくぼんだところでお茶をすくわないとといいいけないですねということは、えー、ずっとはあのプログラムが走ってきてこの辺りでスプーンで何かをすくうすくうということを想定した上でだったらどこをロボットを持てばいいのかということをさかってここでも持ち方決定しちゃうわけですね。つまり、えー、将来の動きを想定しながらでないと動き作れないということになります。で我々が注目したのは この日用品は形に機能を持っていいるととうことです日用品は目的が決まって使用目的決まっていますからこのように水を蓄えるとかつまむとかいうことがあらかじめ形状的に形として作り込まれています、まあ、設計されています目的達成のために。まあ、そうでありましたならばこのような機能どのど何のためにこの形が作られているのかということを画像認識できればそれをもとに動作が 作れるのでではないかと考えたわけですで、まあ、実際には学生さんがこうやってアノテーションをして機械学習をさせると、えー、対象物をセンサーに見せただけでどの部分ですくうべきか,かどの部分をつまむべきかという,こう部分部分のまあ機能のようなものが現れてきます。 でこれをもとに動作生成を作る動作を作ることができるわけですねえこういう情報があればえ将来ここで救うのであるからロボットが持つとしたらこの辺りであろうということが類推されるとまあ、こういう仕組みですでそういたしますと例えばこの15センチの短いスプーンであってもあるいは長いスプーンであってもあるいは、えー、の裏向けに置いてあるスプーンであってもどこを持ってどのような動きをすれば 目的が達成できるかということをまあ、自動的に作り上げることができます。まあ、人間だったら簡単にやってることがやっとできたというレベルではございます。けれども、まあ、このような技術を使いまして、まあ、我々としてはあの動作生成のところを自動化していきたい。つまりまあ簡単ティーチングをやりたいと思っているわけですね。で、まあ、時間も迫ってきましたので、少しあの端折りながら行きたいと思うんですけれども、も補足資料のところで一つだけお話をして終わりたいと思います。 今人手でやってるロボット作業を、まあ、あの結構皆さんも大変だと思っておられるのがこの現場での教示作業だと思うんですねでこれ最終的にはもう全自動で矜レスで動くロボットが実現すれば言うことないんですけど、まあ、そこまで一足飛びに行かないとすれば動作教持をどう半自動化するかとこれをま,あまずは直近の課題として考えたい。でそこで我々のアプローチはこうです。同じような形をしているけれども少しずつまあ違うといえば違う。 こういうものに対して、せめて一つの対象物に対して人間が動作を享受すれば、似たものに対してはもうそれを応用してですね。どんどんかあの動,動作パターンを転移してくれないかと思ったわけです。で、そうしますと。と、えー、結構便利であろうと一つだけは人間が享受する。二つ目以降はあの2種類目以降はもうロボットがやってくれるとで、そこでまあ、ある種の技術をこの機能を使って実現したのがこのビデオでございます。 まず最初に見ていただくこの黄色い対象物が見えるかと思うんですけど、あれ、お待ちくださいね。あ、これですね。これは実は人間が動作挙置しています。したがってこれも差し込むんですけど、人間が挙置したので差し込めて当たり前というか、差し込めないとおかしいわけですね。で次からこれとは形とか大きさの異なる部品が登場します。 でこちらについては先ほどの黄色い対象物に対して人間が行った動作パラメーターをこの異なる形にこう転移させたものですつまりロボットが自らこの辺りを持ってここを差し込めばいいということをまあ判断したということですねでそうしますと部品 B でも部品 C でも次に部品 D が出てくるかな形の異なるもの大きさの異なるものが出てまいりましてもまな、あ、んとかそこで認識できると ロボット動作ができるということになります。まあ、このような形でですね。えー、ま、様々な研究開発をしてきたということで、まあ、最後補足の資料につきましては。は、えー アップロードさせていただいておりますので、そこをご覧いただければと思います。それではえっ、ー、と時間も参りましたので、最後まあ、ここだけまとめて終わりたいと思います、えー。ロボット技術は今日はセンサーとアルゴリズムだとお話をしました。それから、動作生成が意外と大変だという話もさせていただきました。センサーについてはほぼまあ、買い物でなんとかなる。アルゴリズムも。 まあほぼまあできているけれども案外 2D が役に立つことが多くなってきたという話そして動作生成はまだまだちょっとまだ次の段階まで行くには少し時間がかかるかなと思っていると、まあ、このような締め方でございます、えー、では本日はどうもありがとうございました、えー、雑白なお話でございましたが一旦ここで終わらせていただきたいと思いますもしご質問ございましたら後ほどあの時間のある限り私としてはお受けしたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。どううもありがとうございました 橋本先生どうもありがとうございましたそれでは本日の国際画像セミナー特別招待講演はこれにて終了とさせていただきますご聴講ありがとうございましたなお当セミナーは完全入れ替え制となっております恐れ入りますが一旦ご退出をいただきましてあのご質疑といただければと思いますよろしくお願いいたします